はい、いつもありがとうございます。坂です。今回ね、前回のワーム編に引き続いて、レイドジャパンのおすすめルアーのハードルワー編をね、紹介していこうかなと思います。前回の動画はね、まだ見ていないという方は概要欄にリンク貼っておきましたので、ぜひ見てやってください。ワーム編でのね、コメント欄で多くの方にね、レイドのワームなこれっていうのをね、コメントいただいて非常にありがとうございました。ぜひね、今回もね、ハードルワー編、個人的にこれはランクインだろうっていうのがあればね、ぜひコメントいただけると嬉しいです。レイドジャパンからね、発売されているハードルワーなんですけれども、かなりの数がね、発売されています。今回ね、ワイヤーベイトもこちらに含めようと思います。どれもね、ワーム同等で非常に使いやすいものが多いので、新しいジャンルのルアーにね、エントリーするのにも非常におすすめのものが多い印象ですね。その中でね、個人的にこれは外せないとか、これは各シーズンにおいてカバンの中に入れておきたいものを含めて厳選してね、勝手にランキング形式で紹介していきます。今回の動画を見ていただければ、まだ知らなかったレイドのルアーとか、買ったけど眠っているけど使ってないルアーをちょっと使ってみようかなって思える動画になっていると思います。バスジャパンチャンネルでは各種ルアーの使い方、季節ごとのバス釣り、こんな感じでね、ランキングの動画だったりとかも出したりして、バス釣り関係の動画を毎日投稿しています。ぜひ最新動画を見逃さないようにチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではね、早速一つずつ紹介していこうと思います。今回はね、ワーム同様に7つに絞りました。本当はね、もっとね、出したかったんですけど、できるだけ絞って、あんまやりすぎちゃうと何がおすすめなんだって話になっちゃうんで、はい、今回7つね、絞らせていただきました。ではね、早速7位からいこうと思います。じゃあ7位はね、こちらになります。ドン。はい、見えますでしょうか。はい、ビッグクローラーベイトのデカダッチですね。数多くね、世の中にクローラーベイトたくさんね、各社メーカー出てると思います。その中でもビッグの中では非常的に平均的なサイズというか、ビッグクローラーベイトだなって思われる、これよりね、ダウンサイジングしちゃうと多分ビッグじゃなくなるんじゃないかなっていう、そういう曖昧なね、曖昧というか微妙な位置の、ビッグクローラーベイトかなと思います。もちろんね、このでかい魚のシルエット、下から見たらこんだけでかいですからね。はい、これが水面にいる魚に対してこう見えてるってことになります。で、しっかりね、水もこう押してくれるし、最後にね、このフィネス感っていうのもやっぱ残してるんですよね。ダッチとかもそうなんですけど、すごいナチュラルで強くもありながら、しっかり一点でガチャガチャしながら、ゆっくり食わせの要素も出してくれるっていうのがデカダッチのいいところだと思います。なので、こうデカさでね、結構とっつきにくいっていうイメージがあると思うんですけれども、ビッグクローベイト興味はあるけど、ちょっと使ってみようかなって人がいきなりとエントリーするには非常におすすめだと思います。要するに、非常にそのデカダッチってビッグベイトっていうジャンルの中でも、ビッグベイトになるのかな?ビッグベイトっていうジャンルの中でも非常にね、扱いやすくて使いやすい。場所もね、比較的幅広く持たせれるっていうのが、このデカダッチだと思います。もちろんね、こう、カズ釣りができるようなルアーではないので、水面を意識しているいい魚をね、寄せて食わせるルアーとしては非常に信頼度が高いので、僕としてもやっぱ投げたいシーンが多いと思います。で、水質に関してもこれだけでかいとやっぱその濁ってるところで見せたいんじゃないのっていう人もいると思うんですけど、別にクリアなところでも濁ってるところでもそういう部分でも汎用性非常に高いビッグクローラーベイトかなと思っております。はい、でこちら第7位を、デカダッチを紹介していきました。で、次行こうと思います。次はですね、こちら、はい、レベルシャットですね。レベルシャットなんですけども、オリジナルスプリンターの MR とスプリンターの SR、3種類あります。これはね、先行レンジだったりとか、使いたい状況で変わってくるんですよ。リップ形状も違うんで、若干動きは違うんですけど、僕が個人的におっしゃるのはこのオリジナルのレベルシャットですね。これ何がいいのかってところなんですけど、どの3タイプに共通しても言えることなんですけども、飛距離がすごい出るんですね。この小型サイズでありながら。基本的にやっぱスピニングだったりとか、ベイトフィネスとかで使うものなんですけども、どちらにしても非常にめちゃめちゃ遠くに飛ばせることができます。で、かつハイピッチアクション。もう、このね、他のシャドテール、ベーってこう、細かい動きで泳いでくれるって感じです。もちろんね、他社からね、こう、多数のシャッドが発売されていて、それぞれ特徴が、とかメリットとかってあるんですけれども、このレベルシャットはかなり弱いというか、その微振動で食わせに特化したものという印象が僕は強いです。なので、しっかり水を押してとか、クランクのように近くにいる魚を気づかせてというよりは、そのおかげでね、ラトルが入ってるので、このラトルが仕事はしてくれると思います。ただ、それだけじゃなくて、その近くにいる魚、よりね、付近にいる魚、例えばここはいるとか、このラインは絶対魚刺してるような場所に対して泳がせて食わせれたっていう経験が非常に多い、シャドウプラグになります。タフってる状況に感じた時とか、かなりの確率で魚に口を使わせることができるので、もともとシャットっていうジャンルはそういうものなんですけれども、その中でもかなりこう寄せるというよりは、そのハイピッチさで魚を騙せるっていうね、要素を追求されたものだと思います。なのでやっぱりこのレベルシャットってもう何やってもダメ、何やっても魚がもう反応しない、必ず魚いるであろうし、ボトムにいる感じでもないなっていうシーンってやっぱあると思うんですよね。で、そういう時にやっぱレベルシャット投げてあげると、いい魚含めて小さい魚もそうですけども、しっかりね、この根こそぎ取ってくれるというか、引っ張り出せることができるとか、絞り出すことが可能になるんですよね。だからそんな感じでね、この時期に、特に今秋の時期のちょっと渋くなった時期とかもありますし、もちろんこれからどんどん冷え込んできて初冬だったりとかいうシーズンでも、このシャットっていうのはそういう魚に対しても騙すことができるので、非常におすすめだと思っております。はい、でこちらね、第6位がレベルシャットでした。はい、じゃあ次行こうと思います。次は第5位に行こうと思います。第5位は音が聞こえるかな、これ。はい、
マスターブラスターですね、バズベイトです。まあ、こちらなんですけれども、まあ、基本的にそのバズベイトジャンルの中でいろいろやっぱ各社メーカー出てますよね。でこのマスターブラスター、じゃあ何がいいのかっていうと、極論言ってしまえばゲイリーバズの、ゲイリージャンボバズのハイブリッドバージョンっていう感じですね。ゲイリーバズっていうのは個人的にバズベイトの中で一番こうパワーがあると個人的には思ってるんですけども、どうしてもこう飛距離だったりとか立ち上がりの悪さっていうのがね、悪さというか、まあ、最近のがいいので余計目立つんですけど、そういう立ち上がりの、まあ、良くないところっていうのが目立つんですけど、それを、これで補完してるっていう感じです。で結構ね、このアルミパイプが入ってることで音っていうのも最初開けた状態からしっかりいい音がしてくれたりとか、そういう部分もこだわってますよね。なので要するにそのゲイリージャンボバズではちょっと困ったなっていうか、ちょっと使ってて不自由だなっていう部分も、不自由ってその当時は思わなかったんですけど、ここあったらいいなってところが加わったのがこのマスターブラスターと個人的には思っています。もちろんね、こう他社からたくさんいいバズベイトもあるんですけども、バランス感というかそのトータルバランスで言うと、このマスターブラスターは僕は個人的に一番いいなと思っています。まあレイドジャパンの商品としてもこれはね、やっぱ欠かせない。まあ時期はね、特定というか絞られるんですけれども、まあ秋晩秋から、まあ秋のね旬とかで、まあ春頭とかも結構いけるんですけど、まあその辺でね、非常に活躍するルアージャンルであるので、今回ね第5位にね紹介させていただきました。なんで、ね、まずバズベイトをやったことない人とかにも特におすすめだと思います。で次行こうと思います。はい、次はねこちらって言ってから持ってくようと思ったんですけど、最近ちょっと割れちゃって、使いすぎて、でそれ割れちゃったのがこちら、ポン、はい、レベルクランクミッドですね。まあ、結構ね、これ使う人あんま多くないんじゃないかなと思って、個人的にね、このレベルクランクミッドがすごい効くというか、欲しいなっていう時期があるんですよね。なので、これはちょっとおすすめ、ぜひともあげたいと思っていました。まあ、例えばね、スローシンギングのレベルクランクとか、通常のクランクのゴリラとかありますよね。ただ、その中でも個人的におすすめなのはレベルクランクミッドなんですよね。これ何がいいのかってところなんですけど、やっぱシャッドとクランクの中間ぐらいの位置づけで使っていけるところが非常にいいと思っています。まあダイバーとしては 1.5 から2メートルぐらいを引いてくれるものなんですけども、巻き抵抗が非常に軽いんですよね。まあこれね、良し悪しがあったりするんですけど、個人的にはこの軽めっていうところが非常に好きで、まあいわゆるね、こうガツガツボトムを当てたいけど、こう寝かかっちゃうような場所でも滑らかにね通すことができます。まあカタパルトリップっていうのもついてたりするので、まあ、よく飛んでくれて、なかなか通常のシャロークランクじゃ攻めれないとか、普通のミッドクランクだと突っ込みすぎてしまうとかね、特にこうため池だったりとか、まあ、河川であってもある程度ちょっと水深がそこまでないよっていうシーンでね、非常に効果的に使っていけるクランクだと思っています。強すぎるね動きを嫌う魚とか、クランクじゃ微妙なんだけどシャットじゃ弱すぎるっていう場面でこう拾ってくれるルアー、そんなルアーが、レベルクランクミッドかなと思います。まあ、特にねやっぱこの時期おすすめです。渋くなっちゃったりすることがあるんですけども、その中でシャットじゃちょっと寄せてこれないし、クランクじゃ強すぎるって場面ね、非常に出してあげたくなるので、ぜひぜひね、気になってる方とか、そういうシーンがあるなって自分のフィールドで思っていただける方は非常におすすめなクランクなので、ぜひ参考にしてみてください。はい、第4位はねレベルクランクミッドでした。はい、じゃあ次行こうと思います。次はこちら、はい、レベルバイブですね。これちょっとビッグなんですけども、レベルバイブシリーズですね。確かね、ルアーマーガジンかなんかの、ハードルアー部門で1位とかになってたりするので、まあ結構ね皆さんの中でも人気が高い、バイブレーションプラグかなと思います。でレベルバイブっていうのはオリジナル、サイレンス、カウンター、ビッグの、4種類かな、基本的にはあります。でレベルバイブについて使い方とか詳しい予算について解説する動画は過去にありますので、ぜひぜひ見てやってください。でこのビッグに限る、まあ、小型の、ね、ものともあるんですけども、小型のバイブでありながらよく飛んでくれるんですよね。だからこのサイズのバイブレーションって多分他社でもあると思います。オリジナルの方でしっかり飛ばしていけるし、小型でありながらしっかりハイピッチで泳いできてくれる。でボトムでもねこう立ってくれますよね。こんな感じで、あ、倒れた。こんな感じでね立ってくれるね。立ってくれることで最初の立ち上がりがいいとか、まあ、リフト&ホールとかもできますよね。でこの立ち上がりの良さっていうところがやっぱ魚に対してもしっかりね騙すことができるんじゃないかなと思っています。でもちろん早巻きで巻いてもハイピッチで泳いでくれるし、小型でもねしっかり操作感があるものだと思います。バイブレーションもね、やっぱ各社メーカー多数出てると思います。いろんなものがあるんですけれども、まあ、いろんな特性があって、まあ、レイドジャパンの中では非常にね、こう、レベルバイブっていうのは、まあ、持っておく必要があるなっていうシーンがやっぱ多いので、今回ね、ランクインさせていただいています。でね、比較的誰が使ってもこう馬力があって、レンジもしっかりコントロールできるっていう部分も非常に強いので、非常におすすめなバイブレーションですね。特に今この時期ですよね、秋になって、しっかりこう巻いていくシーンが出たりとか、リアクション要素をちょっと持たしたいなっていうシーンでは、非常におすすめなルアーなので、まあ、ちょっとね、値段が高いってところがまあ痛いところであるんですけど、それ以外をもってしても、やっぱりね、これはね、欠かせないものだなと個人的には思っています。はい、じゃあ第3位はね、レベルバイブを紹介していきました。はい、じゃあ残り2つですね。残り2ついこうと思います。第2位からね、いきましょう。はい、第2位はね、こちらです。はい。はい、ダッチね。オリジナルタイプのダッチですね。まあ、こちらね、前回の動画で、調合の方でね、出させていただいたんですけれども、まあ、非常にね、もうこれはもう長きにわたって皆さんの中でも認知度が高いルアーだと思います。まあ、発売当初はね、全然手に入らなくて、すごい並んだ記憶があるんですけど、まあ、それでも、その当時、やっぱり流行ってましたよね。まあ、結構ね、7位で紹介したデカダッチとは、
デカダッチの元祖にはなるんですけれども全く別物になります。よりフィネスで繊細にねワームを使うように魚を騙せることができるのがクローラーベイトです。まあ、要するにもうね極端に言うとこれと一緒ですからね。まあ、今ちょっと今あのテーブルにあったんでカットテールとダッチもうこれ本当一緒だと僕は思っています。なんでこんなフィネスな感じで使うものっていうまず認識を持っていただくとダッチの見方も変わってくるかなと思います。で感覚的な話にはなるんですけれどもやっぱ発売当初ってとりあえず条件が揃ってればダッチ投げてればねどんどん魚取れてたんですけど、まあ、最近やっぱ学習してるんですかね、まあ、そのハイプレッシャーのところに限るかもしれないですけどそれをもってしてもやっぱ水面を使ってこれだけ移動距離を抑えて、フィネスに誘い出せるクローラーベイトってなかなかないと思うのでこれはねやっぱ僕はランクインさせておきたいなと思って今回ねランクインさせております。であとはねタックルを選ばないっていうのも非常にでかいですよね。まあ、デカダッチになるとやっぱヘビーな竿、まあ、デカダッチここアニメデカさがだいぶ違いますからね、これねこれだとやっぱヘビー竿とかを使わないといけないんですけどこダッチに関してはもう MH とかね、まあ、最悪 M でも全然いけると思います。そのぐらいのそのバーサタイルロットいろんなものを使っていけるベイトタックルで投げ込むことができるっていうのは非常にメリットが大きいと思います。まあ、ちょっと投げたいなって時にカバンに忍ばせておけばすぐルアーチェンジできる、まあ、それがね結構個人的にはおすすめというかそこがね結構メリットとして大きいので今回ねランクインさせていただいております。はい、じゃあこちら第2位がダッチでした。でラスト行こうと思います。ラストはこちらです。はい、もう大体分かる人は分かったと思うんですけどレベル5ブーストね、これはねもう言わずと知れた小型5の、ね、定番にねここ数年でなったかなと思います。まあ、重さ展開もね5、9、5、7、9、11、14、18とあるので、まあ、様々なシーンでね使い分けることができます。夏のタフな状況だったりとか冬のボトムのリフト&フォール、フィーディングに入ったシャドウの早巻きとかね釣り人側の使いたい状況で多彩に使えるのが大きなメリットですね。やっぱりこれはフィネスというよりはこの例えばねこれじゃ誘っても釣れない魚って絶対いると思うんですよ。でそういう魚に対してよりリアクション要素を持たせて小型のハイピッチで魚に口を使わせるっていうイメージですね。まあ、夏とかに関しては魚が動けてるけどその気づいてくれないとか魚が動いてるのに強く反応してバイトまで持っていってくれるっていうねシーンに使っていけるものだと思います。でバイブレーションね基本特性としてやっぱレンジを選べることができるっていうのを含めればオールシーズン活躍ルアーとしてブルストはまあないと困るかなと思います。でカラーバリエーションというのも、まあ、今回ねこう出しているのはピンクのやつなんですけど透明なものとかもありますよね。これってメタルバイブとかではできなかったのでメタルバイブじゃなくてもこういうプラグ系で透明素材っていうのも魚にとってもねそういう騙せる要素の一つとして結構大きいんじゃないかなと思います。まあ、あんまり正直ねこう釣れるルアーっていう証言はしたくないんですけれども、まあ、どんな状況でも釣れるルアーってどのルアーでも釣れると思うのでただレイドの釣れるハードルアーって何ですかって聞かれたらねやっぱブーストをね答えちゃうかなと思います。とりあえず投げて巻いとけば魚は寄ってくるというかいるそこに魚が付近にいればね魚の口を使わせることができるルアーだと思います。これは本当にレイドジャパンの中でもやっぱり唯一無二というかもちろんなんかこれ似たようなものって多分あると思うんですよ。ただやっぱりブーストもレイドジャパンの中で絞ればね本当にこれは欠かせないものどのシーズンにおいてもですよね。非常に効果的に働くシーンがやっぱ多いので今回第1位にさせていただきました。まあこれをね1位にする方も多分多いと思います。なんで今回ねこちらまあ皆さんの意見も踏まえて、はい、1位にしております。はい、じゃあ今回ねこちらレイドジャパンのおすすめハードルアーを7つ紹介していきました。またねいろいろあるんですよ。スカッターフロッグとか GI とかリベロとかね、まあ、リベロはハードルアーに含まれるのがちょっと微妙ですけどまあその中でねいろんなものがあるんですけども、まあ、個人的にこれは押したい、まあ、これは他社ではちょっと難しいなっていうものをね、ピックアップしました。なので、ぜひぜひね皆さんまだやったことないルアーじゃないバズベイトやったことないとか、羽物やったことないとかで最近ダッチとかね中古屋で結構あるんで定価ぐらいでね売ってたりします。で入荷もすることもたまに新色でね入ることもあるし、まあ、今昔ほどやっぱ入手困難という状況ではないのでぜひぜひね見つけたら買っていただきたいなと思います。はい、であとはねシャッド系だったりとかもタフな状況で効くし、まあ、もっと一発狙いデカダッチで取りたいという状況もありますよね。でバイブレーションっていうのはやっぱレベル5ブーストっていうのはやっぱこの冬からの時期というか、オールシーズンなんですけどもこの時期欠かせないものになってくるのでぜひ使ってほしいなと思います。はい、まあ、もちろんね他にもあるのでぜひ皆さんのねおすすめハードルワーを教えていただけると、まあ、嬉しいです。はい、なのでこれからもねレイドジャパン好きなんでまだ買っていくと思うのでまたその辺はねもしかしたら今年というか来年になったらこのランキングガラッと変わるかもしれないしまだ使い込めてないルワーとかも実際あったりするので、まあ、特にアンサーとかねアンサーがちょっとまだ掴めないですよねいまいち。なんでそんな感じでね今後もねランキングとかやっていけたらいいなと思うのでぜひ見てやってください。はい、では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。